アルハンゲリスクは、ロシア北西部の都市、八海に注ぐ北ドビナ川の川口近くに位置する、アルハンゲリスク州の州都、人口は34万3000人。17世紀末に、ピョートル大帝によって海軍軍事基地として開発された。アルハンゲリスクとは、大天使の町の意味で、戦う大天使、ミカエルの名にちなんで命名されたものである。 アルハンゲリスクの賢の地域は古くからバイキングに知られており、12世紀にはノブゴロド人が北ドビナ川の入り江に来店し、ミカエル修道院を建立した。ノブゴロドからの入植者はポモールと呼ばれ、八海から北極海を通じた交易に関与した。1478年にはノブゴロド公国を滅ぼしたモスクワ大公国に編入された。当時、 この地域の商業の中心地は、現在のアルハンゲリスクより少し上流の町ホルモゴルイであり、まだアルハンゲリスクは存在しなかった。1555年、イヴァン四世が北東航路を求めて、八海に来航したイギリス商人たちに特権を与えると、北ドビナ川川口に毎年イギリス船が送られるようになった。続いて、オランダ商人たちも八海での活動を始め、 1584年、イヴァン四世は、ホルモゴルイの下流に町を建設した。はじめは、ノボホルモゴルイと呼ばれたが、1613年に、近在の修道院にちなみ、アルハンゲリスクと改められる。バルト海の通行が、ハンザ同盟とそれに代わるバルト帝国によって支配されていた時代、アルハンゲリスクは、冬季の5ヶ月間は凍結して使用できなくなるものの、 ロシアの唯一の開港であり、オランダやイギリスの商人との八海経由の海上交易で栄えた。1693年、海軍の重要性を認識したピョートル一世によって、アルハンゲリスクに造船所が建設される。その後、スウェーデンとの戦争に勝利し、1703年にフィンランド湾に望むサンクトペテルブルクが開かれた。外国貿易のすべてをサンクトペテルブルクに、 集中させる直令が出た後もアルハンゲリスク経由の貿易はなかなか減らなかったが、次第にアルハンゲリスクの重要性は低下していった。北ドビナ川の河し通り、バルト海の重要性が高まるにつれてアルハンゲリスクは衰退したが、ノルウェー北部の魚介類とロシアの穀物を交換するポモール貿易の物体としては、なお重要であった。世紀末にモスクワと鉄道で結ばれたことで、 主要な輸出品である木材の輸出口として、再び活気を取り戻した。ロシア内戦期の1918年から1920年にかけて、町はボルシェビキに抵抗する反革命政府、白軍の拠点となり、1918年8月には共産革命の崩壊を図ったイギリスやアメリカが一時占領した。革命後は、ポモーレ貿易は途絶し行われなくなった。 第二次世界大戦中には連合国側の補給中継基地として機能し、多大な軍需援助物資がアルハンゲリスクを通して独ソ戦線へと運ばれていった。第二次世界大戦後、アルハンゲリスク州の広大な土地は核実験の場所として使用され、また、アルハンゲリスクの南には大陸間弾道ミサイルの発射場が建設された。外交であるセベロドビンスクは、 ロシアの原子力潜水艦製造計画の中心地である蒸気のような軍事上の機密の理由などから1980年代の共産主義崩壊に至るまでアルハンゲリスクは閉鎖都市で外国からの旅行者は元より一般市民の立ち入りも禁止されたアルハンゲリスクの北ドビナ川とロシア海軍の船舶現在アルハンゲリスクは 砕氷船の発達で一年を通して使用できるようになり、重要な港湾都市である。木材加工や漁業が主要な産業。18世紀のロシアの科学者、ミハイル・ロモノーソフは、付近の小村の出身である。アルハンゲリスク国立工科大学型大学、短期大学を合併して2011年に成立した、連邦大学、ロモノーソフ名称北方連邦大学がある。 アルハンゲリスク市電の電車1916年から2004年まで走っていたアルハンゲリスク市電は世界で最も北を走る路面電車だった。ありがとうございます。